ライン・トーマス・スタネックは、アメリカ合衆国ミズーリー州セントルイス出身の、プロ野球選手、ウトウミギウチ。MLB のヒューストン・アストローズ所属。2010年の MLB ドラフト3巡目で、シアトル・マリナーズから指名されたが、この時は入団せずに、アーカンソー大学へ進学した。2013年の MLB ドラフト1巡目追保で、タンパベレーズから指名され、プロ入り。 2014年に、参加のルーキー級、ガルフ・コーストリーグ・レイズで、プロデビュー。A 級ボーリング・グリーン・ホット・ロッツと、A 級、シャーロット・ストーン・クラブズでもプレイし、3球団合計で13試合に先発登板して4勝5敗、防御率3.99、50奪三振を記録した。2015年は、A 級シャーロットと AA 級、モンゴメリー・ビスケッツでプレイし、 2球団合計で25試合に登板して8勝5敗、1セーブ、防御率3.04、79奪三振を記録した。2016年は、A 級モンゴメリーとトリプル A 級ダーラムブルーズでプレーし、2球団合計で34試合に登板して4勝10敗、3セーブ、防御率4.30、113奪三振を記録した。また、月には、 オールスターフューチャーズゲームに選出されている。オフの11月18日にルール5ドラフトでの流出を防ぐために40人枠入りした。2017年は開幕をトリプル A 級ダーラムで迎え、5月14日にメジャー初昇格を果たした。同日のボストンレッドソックス戦でメジャーデビュー。この年メジャーでは21試合に登板して防御率5.85。 29奪三振を記録した。2018年は5月に昇格すると、リリーフとしてだけでなく、本来リリーフの投手が先発する、いわゆるブルペンデーのオープナーとしても起用されている。この年メジャーでは59試合に登板して2勝3敗、防御率2.98、81奪三振を記録した。2019年7月31日に、ニック・アンダーソン、 トレバー・リチャーズとのトレードでヘス・サンチェスと共にマイアミ・マーリンズへ移籍した。2020年オフの12月2日にノンテンダー、FA となった。2021年1月7日にヒューストン・アストローズと110万ドルの単年契約を結んだ。100マイルパーアワー前後のフォーシームを主体とし、それにスライダーを交える。他には、スプリッターやチェンジアップもわずかだが投げる時がある。 ありがとうございます。